カルサンドオです。1個目このタイミングで見定めてそうだね、それマジで。あー、ここで決まるんじゃない。じゃあ、うん、あー、じゃああれだね、アルファでクローズベータ、オープンベータで来る感じかな。そういう流れだった。でもこっちはないらしいから。おお、強いっすね。結構あるかも。変わるんだね。あ、やろ。さすがにね。あ、皆さんやってる。ほぼ使い回しはない。なんか HP のフォントが若干違う気がした。なんとなく。
あ、そこはもう使い回しでしょ。パッと見全く同じにしか見えなかった、さっき。よくないね。大事だよ、だいぶそういうの。だって同じだったらやらなくていいもん。インフルエンサー。リフが大回しの3を全て獲得。ああ、そういうのは重要だよ。知らんけど、知らないよそれ。ヘイトじゃん、もうヘイト勝ってるじゃん、もうかわいそう。あ、そうなんだ、ソロスが発布するんだ。あ、なるほどね。そりゃソノシなくなったらきついわな。もうやめる直前とかめっちゃ風貌変わってたけど大丈夫、ほんと。全然引っ張るね、心配だわ。元気にしててほしい。めっちゃ右なんだけど。もう人狼始まってんじゃん。マイナー80。うーん、まあ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 つらいなぁ。じゃないとそんな中かかんないよね。だから、うん、情報が前からずっと言われてた分結構変わるのに期待しちゃったんよ。そうだね、普通はね。多分一番やったいペースだよね。だよね。俺が教えたのにもう俺の5倍やったもんな。懐かしいわね。そうそう、一目惚れしたもんね、ゼニアッタに。俺がプレイアブルトレーラー見せた時にそんな気がした。動き面白すぎやろって。あ、確かに。あ、そうだね。すごかったもんな、ゼニアって。あとなんか結構爽快感あったしね、オーバーウォッチなんか打ってる時の感じは。ゲーム性は置いといて、うん、わかる。うん、いいチームプレイできるからね。確かに。まあ、あのイニシエのルールだったペイロードシステムをあんな面白くできたのはすごいね。むずすぎだろこの曲。パルさん、ちょっと今スピーカーでやってるんで、もしハウリングしまくってたら教えてください。おお、いいね。新曲やっぱ熱いな、やるだけでもらえるから。稼ごう。適当に稼ぎながら。
ノーハウハウ、え、すげえこのマイク、ゆっくりの声が5倍でかかった。ゆっくりの声はハウるかもしれない。あの人の声は跳ね返らないんで。お、天国やるか。これマジで判定浅くなったら、浅ったら上に行っちゃったな。でしょう。これはね、ハウル、ハウハウすると思う。許してほしい。了解。明日ちょっと返しに行こうかなって。様子見に来る。あさて、あ、オッケー。うん、絶対多いと思う。まあ俺も結局閉店間際だしね、行くとして。まあしかもあの、よく見たらわかるけど、あれ、あの、明日ゴロだからあれ、ツイート。うん。だってわざわざね、店のツイートでゴロって書いてるってことは確実だよね、誘わない。だからまあ俺がだからノーダメージの会社の終わりに見て見に行こうかなって、あの配置とか含めて。まあそんな感じです。ういうるさ。あ、よし、ちょっと弟も降りたんでヘッドホンにしますわ。これがエルヴィスか。おー、最後ロスコダンしなかった。うん、で昔よりは縦に上手くなったな、マジで。こういう縦にまで押せなかったし。お待たせしました。ヘッドホンにします。でね、これで多分これで無敵ですわ。めっちゃ映ってる、恥ずかしい。パル、お待たせ。どうでしょう、ノウハウだと思います。足映りすぎだな、どうしようかな。なんか、あ、そうか、もともとあれか、ヒートテック入ってたから、いっか。おっさんの生足が映ってる。熱いからね。出たー、見崩れてたね、これ。ブレてるというか、跳ねてるというか。キキラよ。1.75 は上がってんだけど、判定。意外と楽しい。
ワンチャンこれ正規正解ってたら、あーむずい、めっちゃ判定勝てそれ。2.05、 さすがに上がりすぎだわそれ。回転 JK、 回転 JK、 回転 JK やばいな。回転 JK いたら惚れるわ多分俺。あれ、こっちを見ないで、こっちを見ないで。写真撮ってねえな、このフィギュア。やべえ、判定がさすがに流れすぎ。止めようか迷うな。もうちょっと続けるか。終わった、レベル7終了。あれ、松崎しげるですか。松崎しげるですか。あれ、やべえ曲ある。いや、どうしようこれ。止めようかな、止めずにやってみるか一回。待って、あ、1900持ってるのか。シャイニングしっかり強っ。この曲で定めるか。じゃあ1900乗ってるか、うまいな。緑下げてもいいかもな、そろそろ。マジで今のところさ、レベル15あると思う。死ぬ。おお、1950もう超えれただけで俺の中では嬉しい。 1.7、 あ、 1.75 ぐらいかな。止めとこっか、ここで一回。もったいな、いろいろと。フルコンしてないの面白いし。あれ、緑子くらい下げますか。そうっすね、下げてもいいかもしれない。下げるともう、あの、サドプラメも俺、あの、今の緑数字でしか取ってないっていうね、最悪なことしてる。ちょっと検討します。あの、向こうで変えたい。ここで変えるのと向こうで変えるので結構感覚は違いすぎるから、向こうで変えてしっくりきたらちょっとやってみたいな。
めっちゃファソレット。苦手すぎこれ。やばい、あと一回取り来たら終わる。あぶね。あ、意外とこんな感じだった。苦手すぎだろこれ。全部閲覧でいいわ。多分マジで閲覧だけど。140ならね、閲覧逆に楽しそう。お、終わった？あるし、いるシャレポラ。緑5下げはありだな。最初のドゥーンにノーツがないのはびっくりした。あ、やべえ、原曲初めてやるかもしれない。ここの縦連どっちも押せなかったんだけど、やば、早いわ。なんか早いというか無理、なんか終わり際じゃない縦連無理、むずい、むずかった。多いね、判定ちょうどよくなった。多分12人だったら下げた方がいいだろうけど、いいね、こういう回もいいね。いい曲だった。多分初めてやった気がする。こちらお、ムクド竹内やってるわね。やってるよ。ギフススタイル。ちょっとやり逃してる低難度を埋める回。
竹内、明日の夜は行かないの？明日の夜は別にどっちでもいいけど、お前が行けないって言ったから何も予定は入れてない。あの明日の夜はあれだな、弟の誕生日があるからそれを普通に祝いたいね。えの金曜でしょ、金曜の日中でしょ。あとあれだわ、俺イオン見に行きたい、帰りに。これいい曲だったよね。まだやめておこう。うん、金曜の日中でしょ。また連絡するよ。ラフファファベファ、よし。これ声かわいいやつよね。やべ、これかわいい声のやつ覚えてるよ。俺結構やってたのに。やべえ、これ正規むずい。あー正規良かったかも。声めっちゃ高いやつだねこれ。てるてて、やってたんだよこれ、覚えてるわ。まだアナザーをやっちゃいけないと思い込んでた頃のリンクルの頃やってたんだよこれ。初めてやったアナザーとは。どっちも削除があるんだよな、俺これとさ、なんだっけ、なんか他のゲームから移植された曲やってた、あの劇団レコードのイエローランとかってやつで、それもレベル7。あ、それレベル7。なんかガシンガシンってやつ、それとこの曲ずっとやってた俺。あとコール、残ったのはコールだけです。いややっぱりセスリーさんいい曲多いな。はあ、最初もったいな。なんだっけ、イエローなんとかあったよね、イエローサンライズじゃないんだけどさ、イエローなんとかあったんだよな多分。早すぎたなこれ判定。1個下げていいかも、しんどかった。リンクル出てない、出てねー。レベル7なんだよな確か。そうこのね、並んでたよね、覚えてる。この3つめっちゃやってたんだよ、覚えてるわ。リンクル懐かしい、青春だわ。青春を全く送ってなかったやつの青春だった。ミストラル、え待って、あミス、うん、他やったもん。そしてこれは実際やったってことなんでしょ。デフォルトじゃなくてミス感じるのがいいか。あれ知らない曲。おいいのあるじゃん。1800ロケてんじゃん、サイニー君。もっと高いよね今。1850ぐらいだっけ。トリルゲーね。あべ、下げなせったけど、まあいいわ。かけー。これ胸揺れてる？やべ、見る余裕がね。あ、むず。勝てるビジョンがね。ちょっと下手すぎ。なんか下手すぎる。下手すぎワロタだったわ。ちょっと1個下げるべ。あ、下げ、あ。リズムがわからん、ここ。マジで。
当たってくれ。切れそう。やっぱ下げた方が良かったしな。あー切れそう切れそう切れそう。これもう一回隣接ならもうやらない。やばい、くっついた。終わった。なんでこういう時に限って。もう一回来るトリューと同じ配置だっけ。ああ、むずいって。トリルなかったっけ。ゆうそ、どうもジグです。お、そうだな。 DK ドンキーコング。むずいわ。癖ついたわ、最初に。えぐいわ。うわ、覚えてねえ、これ。みんなさんがやってる。バージョンベニボタンだって。あ、重そう。レベル12じゃない。今日は、こういうちょっとやってなかった曲を埋める回だから、ポツポツっとちょっとやって、APX やろうかなって。やばそう。この頃の SSE さん、やばいよね。これ消えたやつだっけ。やばこれ。ソロチャージいる？
こういつも先だったりする？マジで？環境は変えてないんだけどね。むずいなの。まあ、竹旬とか普通なら大丈夫かな。おーい。もう気が抜けたわ。一軒の連打全部左だったわ。ミラーだったら結構良さそうだったな今のね。まあ、このファストも仕方ないファストだろ。一応立ち上げ直そうか、念のため。ちょっと立ち上がりっぱなしだからさ、立ち上げ直すわ。もしもし、立ち上げ直しました。念のため。音とかずれるっぽいんだよね、ずっとこの 2PC の設定にしてると。念のために立ちっぱなし、立ちっぱなし、立ちすぎ。宝物だけあとだね。影に開かないし。宝物かな、確かなものだ。宝物ってなんだ。よし、やるか。宝物ってなんだ。宝物ってあったよね、曲でも。あ、なかったっけ。いや、待って、宝物って曲あるように認識したんだけど、俺の中で。でもこれなら知らないわ。知らない。いや、なんか知ってるかも。これだ、正規がいい気がする。刺した、今ので。ああいう譜面は正規がいい。ハイポグリセミアか。ハイポグリセミア。タイポグリセミア？ポップロック。もし若すぎバロタだね。あー、吸いてないかもしれん。吸いきれない。もういいや。タカ？嘘、正しい文字列じゃないのになんか読めちゃうやつ。左側が忙しすぎる。
1個あげるかんて。なんかさ、タカさんってさ、この頃のちょっとミカモさんに似てるよね、顔時々。ちょっと急にファストになった。ただでさえファストなのに古い。いつの曲これ。ディストーデッドだもん。ディストーデッドって何年前だ。やばいぞ。だいたい1年に1周期で1年に1個変わってて、今20何だっけ。高野さん今29だっけ。いや、バージョン29でしょ。これバージョン13だからね。やばいっすよ。16年前言い過ぎかもしれん。ワンチャンそんぐらい前かもしれん。いや、マジで16年前ぐらい。タモさん僕も違うし。これなんか難かった記憶あるぞ。これもあるらなったりして。やった今日からこれ。死ぬんだけど。俺の7件の押し方の関係上あれ絶対押せないんだよな。無理なんだって。キモすぎだろこれ。ずっと指こすってたわ。俺もここね、この仕方絶対良くない。もうもし言うときやるときは絶対やらない方がいい。小指でやろう。小指どうした方が絶対痛い。このファストは仕方ないファストだな。さすがに止めとこう。うちの弟とかちゃんとここで押してるよね。薬指でこうガクこっちだけ。おやべえ、これどうやったっけ。ツッ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 って急に変わるやつだね、これ。ツッツッツッ。これ合わせ技できないよな、しかも。フル。あの曲が悪すぎて。これできる図。できないよね、倍じゃないから。どうしよう。これ、パル、グラドル。わ、できねえわ。やっぱり。あ、できるんじゃね。あ、できる、できる。早い早い。早すぎ。これでやるか。早そう。うおお。待って、どこで買うのこれ。うおお。隕石みたいに速い。43インチのテレビでこれ見るのやばすぎ。いや、俺は死ぬわけにいかん。
お、怪しい？はぁ、なんか怪しくない？天才なめんな。ちょっと待って、死ぬ。なんで早い。ミノさん普通に高えしな。しかもこれ昔のエビさんってランカーの人は好きだった。これでもマックス当たってんでしょ。やばすぎでしょ。どうやって出すねん。普通にエクハ外してやろう。さすがにね、サラチョンでやるわ。どうやるのが正解なんだろうね。これ早すぎたら何も言えなかったわ。面白っ。なんかでもサラッチョンでもいけそうだったけど、なんかすごい変わるタイミングが独特だったね。ここだろうって時に変わってなかったな。結果的にチキン的な買い方しちゃった。だからツタッタッタッタカッタカタカタカのなんかそんな音しながら後で変わってたよね。本気出すか。いや曲いいよね普通に。これ誰が作ったのこれ。めっちゃ遅く見えるわ。まあ上は、あ、ちょっと待って、はっ、おかしくない？パニクったわ。最近よくこれする。何やったのこれ。俺すごい買い方したな。なんか こんなおかしくなるの初めてやったんだけど、びっくりした。壁を消して合わせてもう一回戻したからだ。はい、解決。まあ俺はこの下から上げるやつをない、あ、なかったのかな、あの頃って。多分下から上げるのがない時にやってたのよね、この下から壁上げるやつで。その下から上げれないってことは、さっきみたいなこの今始まるけど、このほぼこれでやってたんだよね。ほぼもう早すぎて見えないから、これだと。まあしぶしぶ上から壁を下げてて、で最近は下から上げれるの知ってるけど、おじいちゃんすぎて順応力がないから、適応力がないから、はい、このままやってるって感じね。そういうことよ。だから今からやるゆうとくんとかは下から上げてった方がいいよ。かなり身長高い人がやったら、腰を曲げないとできないから、この今の下の壁ゼロの状態で。
まあね、前提としてこのゲームってさ、こういっぱいこう上から鍵盤が打ってくるからさ、あ、ちょっとこれ直っとこう。よし、いっぱい上からこう鍵盤が打ってくると、あの遅いスピードだとまず見えないんだよね、あの大量に降るから。で、ということでスピードを上げたら、まあ1画面映る情報が少なく見えるからごまかしは効くんだけど、でそれでやっちゃうと普通に目に見えるのが早すぎて反応できないやんってなるんだけど、ちょっとむずい。負けるとこあった。普通にそう、早すぎると反応できないから、こう壁を下げて見える範囲を狭くすることによって体感スピードを下げるみたいな。そうそうそう、壁目で狭めるとあのギューンって感じがなくなるから、こう無駄なところ見ずにこの1点だけ見れるみたいな。だからいっぱい降ってても少ないノーツで見やすいみたいな。そうなんだ。まあこれはね、だからね、わかんないんだけどね、俺もよく原理が。まあ要はそういうこと、いっぱい降ってきたらわかる。だから、あ、やべ、やっちゃったな。こう今ね、こう287っていう緑なんだけど、完全に理解した。理解した。これを例えばこれ今下げると、これ下げるとね、こんなになるのよ。これ今これ、ね、これ下げるとこうなるんですよ。わかる、これやばくない？もうやばいんよ、これ。もう、あ、今まだ降ってんだけどね。もう、あ、もう、キモい。もうね、これ今まだおとなしいからね。これ、もうやばいからね、この後から。見といてよ、これ。はい、こんななるんよ。で、これなるんよね。まあ、これは俺が下手すぎるから過ごしたんだけど、こうなるね。で、まあ、ここで、こう、速度を上げてきますと。で、俺これね、今俺の速度ね。で、これ上の壁、狭めてるの、なるべくなくすわ。これなるべくなくしたときね。で、これなくすとこうなるんよ。言うと、見てこれ。確かに無理だ。これやばいでしょ。これ見て。これ、いつまでやってるスピードだよ、俺とこれ。これ、やばいんよ、これもう。やばいんよ、これ。隕石なんよ。もう見え。もう見えんのよ。ほぼ。もうなんかもう、僕ら叩きやんだよね、こうなると。でもこうなると、もうこういっぱい出て、もうこれやばいね、これ。まあ俺今癖であの一番上をこう見上げてるからなんとか擦ってるけど、もういつもは光る感じ、いつも光る感じじゃないけど、でもなんとなく明るいから、ほらなんか譜面に隙間ができるじゃん、早いとこうやって。だから一応お世話するんだよね。ただこのゲームこうスコア出さないといけないから、こうね、光らないんだよね、こうどこ見ればいいか分かんないから、早すぎて。だからそこで壁目で狭めるんよ。で、これで、じゃあダメじゃんと。で、こう壁を適当にこう、まあ、ここ本当一緒に読んだけど、こんぐらいね、例えば、3分の1ぐらい狭めてやると、同じスピードだけど、ああ、遅いじゃんってなるね。ああ、これなら押せるわって、まあ今ちょっと、もう、早すぎておかしくなったけど、ちょっと、そう、こんな感じ。ああ、これなら見えるわーって。そんな感じ。実際に見るとよくわかる。ほんま不思議な原因だけど。ただこうやってだんだん難易度上げないと、そもそも速度上げる必要がないから、まあ最初のうちは遅くていいと思う。言うと遅くかないけど、確かにめっちゃ見やすくなるね。そうそう、こう俺で遅い方だからね、ほんと俺とか弟が遅い方で、大体の人俺より上だね。これはだから自分で見えるレベルで、あの見やすいところでこう変えていくみたいな。で、最初はそもそもこの手とか指が慣れないとダメだから、最初は遅くていいと思う。
かっけえなこの曲。むずいんだよなこの後。そう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 、弟に抜いてもらおうこのスコアは。慣れて見るの、見て押する、まあ、まずだってさ画面見たままさこのここを押すっていうのがむずいから多分慣れるんだろう。まずここを慣れないといけないね。ここに応じたものを押すみたいな。キーボードのブラインドタッチと同じことしてるからこれ、まずそこに慣れないとね、いけないから。だから最初はもうめっちゃ遅くていいからやっていって、で慣れてきたら、まあ慣れてきた時にまあだんだん速度上げて、青ボタンが上、白ボタンが元で覚えて、あとは感覚で。そうそうそう、ここが上、ここが下、用語です。やっていくと、もう最初はこうやってこう押しやすい人差し指とかでこうやってね、俺もよくやってた、これ人差し指2本とかやるんだよね最初。ガッ、やっていくとこうやって、スマホ白面の押す部分も同じ場所だけど押す場所に入れないのかで2本の指でやるとこうなるから、いつかこうね譜面がいっぱい打ってくると、こう俺みたいにこう押す指を決めて押すみたいな感じでね。そしたら上から押すだけでいいから。そうスマホとかね、指糸とかさ、チューニズムとかもさ、あチューニズムはちょっと違うけど、まああれもほとんど同じだけど、直感的にね、できやすい。そうこのゲーム古いから、まず操作ってならないといけない。一回慣れたらねめっちゃ早いよ多分。ゆうとくん若いし、あっという間に俺抜かす。第二のパルさんが出来上がる。ほんと このね、鍵盤を押してもね、このお皿を回すのむずいよね。でもやっぱりこれ未だに思うけど、これね、ああ、ね、うちの弟とかもな、だいぶ離れたのにあっというようにめっちゃ甘くなってるし。お皿回すの下手だから手首で回してます。それ最強。パルさんと何歳からやってるんですか。思った、パルさんいつからやってんだろう。パルさんなんか天才肌っぽいから意外とあんまやってなくて、少なくともオロリ若いしね。レミさんと同じ世代だから。まだ3年ですか。行く人余裕で1年ぐらいでめっちゃ長くなるしねし、やばいっす。高見くらいですよ。あ、ここに、あ、いい、努力派の人だ。少しだけ親近感を覚えた。ちなみに私もニデラやったのは高2高1ぐらいですね。始めたのは。ちなみにパルさんがいるときにあんまり昔話しなかった気がするけど、そういうの。そうだから高校でねやるの全然あり。ちなみに俺高2高1って言うけど、何回もレミさんいるときに言ってるけど、
このニデラのやり方自体さ、ウィキとかさ見てなくてさ、てかウィキとかなかったんだよね、あのこう古すぎて、でやり方わかんなくて、今こう当たり前のやってんだけど、このアナザーってやつ、この赤い難易度、俺やっちゃいけないものと思ってやってなかったんだよね、1、2年ぐらい。余裕でなるよ。いや、しかもこう、あの最近のニラってやっぱりあの上達するしやすい曲とか多いし、あとはあの上達のしやすさとか、あのいろんな人が YouTube とかで書いてくれてるから、俺みたいにあのアホみたいに寄り道をしなくて済む人多い。上手くなる上でこれやったら上手くなりますよってちゃんと教えてくれる人が多いから、多分おじさんになる前に余裕できるよ。俺は多分ここまで寄り道したんかいってぐらい寄り道してるから、俺多分最下層の人間なんだよ、多分誰でもできるレベル。本当に俺あれだよ、まあさすがに最近はちょっと頑張ってる気がするけど、まあそれもそら今こうやったらうまくなりますよ、やっと俺が知ってやってるだけだから。むずすぎだろこれ。だからやり始めた頃からちゃんとやってたらもっと早くうまくなると思う。てか俺あれだから、凡人が本当にあんまり才能のない凡人が、まあ一応こう寄り道してもなんとか回数だけ重ねたらいけますよみたいな、そんな感じよ、そんな感じ、そんな感じ。そうそう、俺の時代よりめっちゃ優しいと思う今は特に。まあ言ってパルさんの時代とあんま変わってないけど、特に今は全然違うね。パルさんの時代とかで言うと、さらにそっから 2,3 年後からすごく優しいかな。YouTube とかなかあったけどさ、あの上手い人の動画が、動画を上げる、なんだろう、ハードルが高すぎたから。いやいや、なんかハイスピおかしくなって判定壊れたんだけど。オープンしよう、今日はオープンしよう。そうそうそう、だって昔なかったと思うよ。なんかあの俺が知ってた頃だって、あれのむっちゃうまい人のプレイか、なんかあれなんだっけな、あれがあった、あのこのボス曲出る、ボス曲演出出ますみたいな、こんなボス曲だよみたいな、そんな動画しかなかった。もう攻略なんてもう全くなかったね。あってもあの上手い人の攻略しかなかった気がする。あの昔なんだっけ、それこそ俺がちょっと前に弟と配信した時にあったよ。先輩肌に見えて努力してる人ってめっちゃかっこよくね。かっこいい。パルさんそれだよ絶対。パルさんも天才だと思ってたけど、ちゃんとに高2からずっとコツコツやってる人だし、ぼっちやってます。22までぼっちやってましたってのもすごい。俺は意外とぼっちでやる気はないから、マジで俺はあの凡人の凡人だから、あれなんや、もうぼっちでこうやる努力すらしなかったね。 まずパルさんぼっちでできてるのがやで、天才だと思う。俺はもうぼっちで友達いないとそもそもやる気なかったから、楽しくねえわーっつってすぐ他のゲーム逃げてたしね。音ゲーは好きだったからやってたけど、つどつど友達が多いゲームやってたから、もう中2とかさ、指糸とか、マイマイとかいろいろ逃げてたから。そうそう、やっぱパルさんはね、だからやっぱ努力の天才、努力の才能がある。だから それによってまあ上達が上がる、スピードが。結局こういうゲームって体感ゲームだから。そうそうそう、結局ね、やる意義ができるから。いや、ぼっち出てきてんの天才。丸さん天才だよ、やばい。俺はもうエンジョイぜなんで、超エンジョイぜ。とりあえず適当にやってもなんとかなりますよの典型。ハルさんはちゃんと努力して上手くなるようになってる人。ハルさん彼女がいる。なんか怪しい人をしない？
やべ、これサラータの曲じゃん。思い出した。まあでもゲームだから楽しむのは重要だけどね。楽しむことは重要だけど、このゲームは多分 特殊。楽しむ中にも嫌なことをしないといけない時ある。結構うまかった。サラータの時ぐらいじゃね。サラータの時何番やろ。パルさんかっけえ。パルさん彼女おらん。スーだもんな。俺はどう反応すればいいんだよ。サルポン年齢、サルポン年齢イコール彼女内力。これに勝る称号の落ちるしなりたい。敵がいねえんだよな俺。この類のその話題でもう敵がいねえんだよな、マジで。俺より上のレベルを連れてきてほしい。ういっす、うまかった。ちょっと笑いそうになってたもん。だって俺だからパルさん彼女なんて言ってるのに気づいてなくて笑いそうになってた。ゆうとくんがパルさんに彼女いないんですかみたいな質問したんかなと思って、ちょっと笑いそうになってた。確か第1回だよね、エムリさん第1回らしい。あ、1958ら。めっちゃ前じゃん、これ。1980くらいなんだよ。プラス40くらいだったけど。成長したんだな。この、数、半年くらいの中で。成長を重ねている。ジジイ成長。レミさん？これ2人とも絶対エストランやってるでしょ。予想しとくわ。もう、女系はな、敵がねえんだわ、俺。多分もう週刊文春乗るわ、俺がそういう人できたら。自分で言っとくわ。乗る。あ、これさ、Sランありじゃね。一回Sランやってみるわ。チャイニークやってんじゃん。やば、負けるかもしれん、Sランなんかだったら。え、100何ぼこれ。150超えてないよな。ほら140だもん、これ絶対Sランだわ。最後苦手すぎるし、マットアタック理論でいこう。絶対Sランだと思う。あ、わかる。無理。これむずいよ、普通に。あいつずるいよな。あいつずるいわ。あいついいよな。あいついいよ。多分あれ普通の人間なんだよ。あれ普通の人間が成長していく感じのやつよ。俺やばいよ多分もう。俺みたいなやつになるな、みんな。いや、みんななってないんだよな多分。みんなな、なんてない。もう俺はもう疑ってる。疑ってるというかね、大体すり寄ってくるやつみんなね、違うと思ってる。義経だけ信じてる。義経は信じてる。義経が裏切ったらもう俺終わり。死ぬかもしれん。やばい、これ苦手すぎる。あ、竹春助けて。お前うまいだろ。うん、ヨステも強いよだいぶ。でもヨステではない。でももう俺よりは上なんだよ多分。それは俺もちょっと見たいわ。
まあまあいいね。あいつね、頑張ればいけそうなんだけどね。まああいつもどっちかっていうと内面が強いと思う。あいつは内面が強い。俺はどっちもやばい。俺は最強なんだけど、あいつは多分内面だけだと思う。マネが未だに封印したことない。嘘やん。Sランですると振るコムズそう。Sラン最初から難しかった。あいつは多分ね、そう、ちゃんと出ればいいんだけど、多分本人に意外とあんまり意思がない。だから俺と、中身が俺のタイプ。普通にしてれば多分、社交的だし、ワンチャン全然ある。俺は無敵。もう、敵がいない。敵が欲しい。いや、敵欲しくない。怖い。敵怖い。女の人怖い。女の人怖いんだよな、これ。女の人怖いから、ね、あ、マジ完璧。もう、筐体と結婚したい。で、筐体と結婚できそうだな。あ、でもあれ、カリバーさんの彼女だからダメか。セガにある、セガに来る筐体、明日。明日返し行こう。むずい。もうあいつが実はそういうのだったらマジでもう誰も信用できん。むずい。まあまあうまかった。あいつが裏に女に困ってないタイプだったらもう俺はもうほんまにもうきついな。人間不信入る。女性不信から人間不信にランクアップするわ。ランクアップマジック使ってる。やべ、さすがに判定上がりすぎ。やべ、だいぶミッションが。すげえ、もう20万に回復するんだけど。すげえ。あるビートマニアは裏切らない。ビートマニアは裏切らない。もしかしてアナザーって頭おかしい。アナザーはまあものによるから、結局さ、こうハイパーノーマルアナザーってこうあるけど、こうやってこう前提としてこのなんか分かりづらいんだけど、この譜面によってこの3つがあるプラスこの1から12の難易度があるから、割とこのレベル10のこのハイパーの10と、まあ、アナザーの10は正直そんな変わらん。なんか最近のゲームはさ、このアナザーになったらなんかフリックみたいな来ますよとかあるけどさ、スマホのゲームとかチューニズムとか意外とニデラそういうのはない。意外とこう結局この数字がでかい、ハイパーとかアナザー以前に。だから頭おかしいのここ12、これ頭おかしい。12って書いてたら頭おかしい。10はまあまあまあ10もまあむずいんだけどね。むずいんだけど、まあ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 おかしいぐらいでいいと思う。懐かしいこれ。アナザーというよりかはまあ10って感じ。
分かりづらいんだけどね。なんか なんでこう3個分けてるのか分かんないんだけど、まあ、分かりやすいように分けてるんだろうけど。今を失う。なるほどね。そうそうそう。おお。まあ考え方としてはあの太鼓の達人に似てるよね。ちょっとやめていい、これやばすぎでしょ。まあ、太鼓の達人のほら難しい譜面もさ、難しい譜面の普通と簡単な譜面の折りが同じだよみたいな、そんな感じ。素晴らしい。このポゼッションむずすぎるね。おお、これタグさんだし絶対ポゼッションだよな。いい譜面弾けたね。よかったよかった。最初もったいないけど。ユウソ、やっぱポンさんってうまいよね。いや、それほどでも。ははは。蹴れるね。まあ、俺のこの今の俺のさらに5倍上手くなった人がパルさん。いや、500倍か。すごいな。いやこの人500倍すごいんだよ。マーキュリー好きだわ。フレディ・マーキュリー。なんだあの身内の中でね、身内の中で頑張ります。世界は広い、ワールドワイド。ちょっちてん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 。この曲も理論値出されてんだよね。頭おかしいわ。やばあとやばい、きつい。このムービー好きだわ。パルさんやばいよ、ほんとにやばいでしょ。パルさんワンチャンだってあれだよ、あのテレビ出れる。そうそう、パルさんやばいでしょ。
なんだこの成長期なんて今後に期待しててください。パルさんみたいなね、めっちゃ上手い人がもっと配信した方がいいと思うんだよね。てか自分が配信してて思うんだけど、意外とさ、こ俺、いや待って、俺ですら珍しいんだけどさ、意外としないよね、みんな。このムズハアルファ味がある。あ、わかる、アルファ味ある。アルファさん好きだわ。意外とみんなしないんだよね。びっくりするんだけど。ワンちゃん逆にパルさんしてないの？してないんじゃない？してたら俺見に行ってるし、絶対多分してないと思うね。一生切れ配信になります。一生切れ配信が怖え怖え怖えけどちょっと見て。はい、神曲。何があったの？二人、二人とんでもなくなってる。これ取り出すのうまっ。お兄さんうまっ。結構みんなしないんだよな。いやさ、まあ、自分が配信するときは思ったんだけど、あの上手すぎる人の配信、まあ、いいんだよ。でも今度しよっかって話してます。お、来た。もう、ま、もう最強や。そうそうそう、もっとねみんなした方がいいと思う。特にアーケード。見に行こう。これ消えてるよね。これめっちゃ曲好きなんだけど。かっこいいでしょこの曲。ちょっとむずいけど。これマジ？ここも次。はあ。下手すぎる。おお、すげえ、ちゃんとしっかりしてそうな。チャンネル特定から始まる。いや、さすがに教えてくれるでしょ。教えてくれ、頼む。来たい。まあでもツイッターとかに書いてるぞ。まあこれでここでスパルさんにめっちゃコビを打って俺のチャンネルを宣伝してもらうっていうの3段目。ゴミの考え。まあのビルね、こちらの放送でもね、パルさんの配信、これあれなんか忘れたぞ。あらんやってみよう。もちろんパルさんが始めたのこちらの配信もね宣伝します。ゆうとガン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 するほどいいって聞いてるね。スロースロースロー、まあ、油出るぐらいもする。いや、パルさんぐらいの上手い人がやってるアリーナ配信とか絶対需要あると思うんだよね。すごい。
難しいな。 We can fly でしょこれ。 We can fly。 くさある、ゆうとくん箱の向くの踊り練習したら成長速度上がりますよ。あとダーズダーズダーあぶあっアップで。あとダズリンダージリンね。えダズリンダージリンダえダズリンダーリンダズリンダーリン、そうダズリンダーリン。真ん中やばこれ、絶対あるらんじゃなかったわ。ゆうと、じゃあ成長速度上げんでいいかもしれんな。おいおいパルさん、ちょっと訂正訂正、やめるやめる、貴重なプレイヤーがやめるって、あかんって、貴重なプレイヤー減らしちゃダメだよ、ここで近いか。トリックマジンはちょっと弟に任せるか、あいつは解禁してたしな。うわー猿渡だー、ステーキだるか、久々に100億光年ぶりにステーキだるわ。猿渡の時はステーキでやってから癖ついてランダムだったな、懐かしいわ。ある逆に下がるの間違いでした。下がるのか、あミラーかー。楽しくなりすぎて手が跳ねたんだけど、今見たこんなあったんだけど、ちょっとミラーでやってみよう。どうせよし。エンジョイ勢の鏡だな、手が跳ねたんだけど。最近やべえんだよな俺、なんかさ、ここ押そうとしてここ押してさ、ここ押そうとしてここ押したりするし。ゆうと、みんながこぞって言ってる猿渡なるものは何なの。パル、急なチューニズム。こぞって言ってる猿渡、猿渡はまああのあれだね、ね、今まさにねやってんだけど、こういう曲あるじゃん、曲、これ曲やるとさ、こう右上のさ、この2127みたいな数字出るのよ。でこの数字がまあスコアなんだけど、こうこれをね2週間のうちにこう2曲だけ選んで、この曲の中からその曲の2つのスコアを競う、要するにサルポンスコアアタックってこと。サルポンスコアアタック、略してサルアタっていうのをやってますわ。そう、でこの曲はね、昔ね、多分このサルアタが初めて始まる時の曲。あー確かにミラーだわ、ミラーなんだけど、俺が正規ありすぎてなんかミラーは逆にキモくなってる。手遅れだ俺。いって突き指したいわ、皿で。こんな感じ。これさっきの中華休憩な。これいつのやつだろう。ゆうと、おんさん普通の人より正気なこと多い。あ、多いかも。ちょっとね、まあ癖なんだけどね。ランダムをつけると、ランダムにすると外れやすいんだよね、このゲームね。特に俺は外れやすい、外れを引く回数か、外れを引くゲームセンターによく行ってるからさ。ちょっと。これね、懐かしいね。今回のスコアは、
その時より40点下のスコアってことだな。30点ぐらい下のスコアだ。これいつ ?11 月だよ。去年だよ、去年。去年の11月のやつらしい。懐かしいね。こちらやってるんで。あ、やべ、これあれだ。ちょっと待って。あれだ。次の人決めなきゃ。ちょっと次の人決めていい?ハルさんいるし。ハルさんに承認になってもらおう。次の人決めようぜ。っていうか。でね。ちょうど今いいところに来たんだけど、ゆうとくん。そう、この、ね。このやってる人たちの中で、あ、これ今回ちなみに弟もね。前々からやりたいって言った弟。普段まで一生ランダムで良いですよ。うん。ね。俺は正規だったんですけど、ランダムがいいよ。本当に。成長速度が 1.5 倍くらいある。ね、なんだっけ。これね、一応あれなんですよ。決めるのね、人間で決めるんですよ。これほら。参加者のうちにランダムに選んだ人に決めてもらってるから。そういうことにも決めます。テンテン君。一個前に決めた人は除外するんで。この二人除外する。ちょっとめんどくさいの消します。こうなの。うちの弟も入れるか。他の乙女ならランダムがいいのもおかしな話よね。そうだよね。それもちょっと面白いよね。タケシン君は今やってない。兄さんは休んでる。タケシン、うん。リアさんの、これがちょうどね。で、テンテン君と朝太郎さん除外。こうか。で、まあ一応前々回やった人は、ヨシツネさん、ルミさんと、ヨシツネさん。ヨシツネさんは面白いな。まあ、ヨシツネはちょっと、もし来てもかな。前々、前々回ぐらいの人たちはね、除外しておいた方がいいから。これでいこう。ちょっとじゃあ決めよう、人だけ。忘れてた、忘れてた。発表します。パル君忘れてる?パル君。パル君。パル君破壊するよ。優勝、出場者を決めるの?いや。これは曲を決める。これで。今回この2曲なんだけど、ここ見てもらったらあかんだけど、今出てる人たち、これ今出てる人たちからランダムでルーレットして、あなたが決めてねって感じで毎回やってるんだよ。で、これ2週間だから、ちょっとここら辺でそろそろね、残り5日ぐらいのタイミングでいつもね、決めてるの忘れてた。ガバガバ運営。ということでこれ決めます。回します。ニノさんだ。前回は朝太郎さんとペンさん。そう。ニノさんは第7回、8回か。OK。ニノさんでいこう。ちょっと詰まってるかもしれないんだ。じゃあこうなったら、同じ組み合わせになるべくしたくないから、俺以外のね。一人でニノさんです。ミノさん。で次俺以外だね。俺以外。俺かヨシツネも以外だな。ハルさん、ミノさんとヨシツネたちが一回やってるし、同じ組み合わせを覗きたいから。さあ誰だ。あーこれ誰だ。こいつは。こいつはちょっといない。よし。マジ？出たー出たー。自分で選曲して猿当たり来なかったやつだ。うわー、猿当たり来なかったやつだ。もうこいつだ。見とんかい、見とんかい。じゃあ見てるタケシュンとミノさんだね。パル、タケシュン先輩欲しい。陸度竹打ち、ぶっ潰してやるからなてめえら。ゆうと、ラムサイケディスコプチャ。え、来たわ。やべえやつが。はい、ということで、次回サルワタ、選曲者は、ミノさんと、タケシュンと。ちょっと、ツイッターにも書いておこう。一応こっちに書くけど。一応こっちにも書くけど、多分ね、ミノさんいないし。こっちには。ディスコードには。あとでちょっと書いておく。もくもくどうどうどう感じる。
感じ。ゆくぞ竹内、サーテドの直樹曲にしようかな。マジで頼むぜお前。まあ、自分がな困る曲絶対にしないな。義経ですら後悔したからな。竹ちゃん。パルレベル3のハイパーだと。8から10です。8から10です。あ、レベル3の幅か。レベル3に見える。うわ、それ賢いかも。竹春それありそう。ガチで勝つなら。直樹よりそっちの方が良くない？お前。自分が勝つならだけどね。ゆくぞ竹内、10だよ。いや、そう、レベル3って言ってるからさ、ゆっくりが。レベル3のハイパーって。あ、なんだろう。キーポン、キーポン、キーポン、キーポンムービー、キーポンムービーのこと言ってるのかと思った。これ、まさか1分20秒ぐらいで終わるよね、これ。ハルさん、キーポン言ってるのかと思った、俺。ルクド竹内、確かに勝つためにはそれあり。うん、ありだよ、それも。あれとかね、ラウンドテーブルとかね。マジうまいし。竹春のラウンドテーブルマジでうまかったんだよな。久々にやったのに。くれた数だけ一気。くれた数だけ一気。やりたいな、なんか、そういうのやりたいね。なんか、どっかで。今日ちょっと準備してないけど。なんかさ、家配信した時にさ、みんなキーポン一回ずつやってさ、そういうのやりたくない？で、ヨスネがなんか50杯後に飲むんでしょ。え、なんの音？やばいよ、ヨスネ結構死ぬんじゃない？ヨスネがなんかもう4、50本ぐらい一気して、なんか10本目ぐらいで倒れるの、それをした。うわ、やばい、それ。それ、みんな死ぬ。ヨスネは俺ね。ちょっと時間を結構経ってるから、レベル11めっちゃあるから、ちょっとレベル10で終わろう、今日は。ちょっと安静にします、手は。エイペックスもしたいし、エペやりて。なんだかんだで、ね、前回で。ユーソ、おにぎり届きまた見れる？ルクド竹内、でもなーで次のハイパーだな。いいね、でも だんだんとハイパー出てくる流れいいね。俺がちょっとそろそろハイパー出した方がいいんだねと思って、新地獄超特急のハイパー出したけど、ペンペン君もね、今回ブルーミンのハイパー選んでくれたから、結構いい流れ来てる。終わった。ちょっと、むずくない？デス地獄ハイパーでもヨスレ結構うまかったよ。おい、悪知恵つけちゃダメだって、バルさん。ちょ、死ぬ、これやばい。外れすぎ。あ、ここの顔気持ちよさそう。いけるか。おい、サファイとできちゃやばいって。竹春 PTSD になってるから多分サファリは選ばない。デス地獄はでもね、意外と知らないんだよな、もう多分。特にオススメは上手くなってたし。オススメに確実に勝つならサラノーが出たそう。青前これ間違えたからな、マジ。ノノノノ
まあ任せます、まあ、ちょうど金曜日ゲーセン行くしこの辺りで感覚つかんないんじゃない。懐かしいなこれ、なんか最後に突然12分になるよねこれ。タカタカタカターンだよねこれ。やべやべ、判定マジどんどん上に上がるんだけど。悩むわね、えぐいわ。酒がうまいというよりかは結局アルコールが気持ちよくなるから、その同じアルコールが入ってる中で自分と相性のいい味を探すみたいな。酒自体がうまいって感じじゃない気がする。一切りがあったか、死ぬほどうまいと。まあうまいんだけどね、酒がうまいというかアルコールがうまいんだよな多分。でその中でいろんな味があるから選ぶみたいな、美味しいアルコールを選ぶ感じ。味噌、酒にもいろいろあるか。あるあるある。俺はもうハイボールに行き着いた。ハイボール最強。カロリーもないしね、ハイボール。まあコーラとあったらもうそうこうねえけど。まあ最近あんまりでも炭酸水だったりし。こっちの方がいいわ。さあ、終わったか。終わったっぽいね。まぁ、あ、ちょっとじゃあこのミッションが終わったら終わるか。90ノート、100、900ノート。なんかね、いろいろ出したんですよ、ほら。オッケー。ロングアイズエッグ派みたいです。ロングアイズエッグ派？ああ、いいね。やろうか。どこ？これか。これ一回目とんならいいんじゃないこれ。敵？なるか。サイネクやってる。じゃあこれ最後にしよう。ある意味いいエンディングや。どんな譜面なんや。ロング、おいー飽きそう。アナザーみんな飽きてて俺しかクリアしてないのめちゃくちゃ面白いんだよな。まあね、ニデラ史上最高に硬いゲージだった。なんだ？ちょっと来なかったの。ねえ、おかしかったんだよな、本当俺。緑変えるわ、今度。コメントを見たいけど、この曲クソ長いから3分間くらい見えなくなっちゃう。あ、そう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 。あ、作り方みたいだね。あーやばすぎ。
好きならコークハイとかジンジャーエールと割ってジンジャーハイボールかな。まあでも最初はチューハイとかでもそう、カクテルとか。保留だけ分かった。言うと、まあ少なくともあと3年と少しは飲めないから今聞いたかけではある。確かに。ゆうとくんが飲むようになったら、この超ジェネレーションギャップ飲みしたいな。てか、ゆうとくんがもう飲めるようになったら俺もう30超えてんのやばすぎでしょ。ゆくど竹内、パッションフルーツのお酒。いやもうこっから死にたくねえ。ゆうと、ずっと愛想笑いすることになりそう。普通に気まずいやつやん。もう悲しい、噛み合わなそうだもんな。うちの弟をと仲介人に立てよう。ちょっとどっちかっていうとそっちに寄ってない？うちの弟だと。あれ？僕下ネタしか言わないから大丈夫。やばい！ラウンドワンキャ急に。はあ。あ、やばい！ダイパスダイパス。いやマジやばいって、油断する。いやー逆回しちゃった。やばい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 、それほんと。やばい、あー取り上がない。やばい、怖いってこれ。ここやばいって、やりすぎやりすぎ。お前ほんとやめてほしい。取り取った取り。下ネタハパルさんみたいな人がいってことみたいなとこある。あーぶねー。パルさんとタケシュン強いよね、下ネタ。パル、すごー。耐えた。やった、鳥嬉しいね、鳥。4923。聞いたことのない数字なんだけど。イエーイ。2744なんだ、ハイパーの時点で。やばくない？